おはようございます。みんな聞こえますか。大丈夫ですか。聞こえますか。おはようございます。あの僕らの時代の本のクレイグモードと申します。えー、まずはあの僕らの時代の本を買ったことある方いらっしゃいますか。おありがとうございます。えー、一応あの今日の話の中の。 一つの部分はその僕らの時代の本の中に入っている一つの書についてもうちょっと詳しく話したいと思うのであの楽しみにしてくださいまずはこの前の2か月間の中で何をやっていたかというと一応この土地にいたんですねこれどこかというと鎌倉の長生5丁目 えちょうど大仏の裏ぐらいのところで、はせって書くのは長い谷で、まあ、この谷なんじゃないかなとかと思いつつ、えー、一応、このエリアであのおうちを、古民家をえ帰りてたんですね。でなんでこの古民家を、この部屋を借りてたかというと、えー、3つの理由があるんで、まずは電波が届かない、携帯が使えない。 で2番目は、えー、インターネットがついてないで僕はマ m a x のやつを使ってるんだけど、まあ、携帯スマあのソフトバンクの電波が届かないんだったらマ m a x は絶対届かないからそれも使えないところだったので,で3番目はこんな、まあ、ちょっと山の奥のところにいると、えー、なかなか、えー、打ち合わせしづらいことになるんですね。 それであのなんでこんな電波のない、ネットのない打ち合わせできないところに行きたかったかというとあの一応、本の完成をしようとしてたんですね。あの新しい本の最後の方でさらにさらに深く入り込まないと絶対完成うまくできないなという気持ちであのここを借りて2ヶ月間を過ごして、えーまあ、そういう生活してたんですね。 で僕ももちろん,なんか東京のアパートとかもあってで東京の中でもまあ本を深く入ろうとするとあの一応、寝る前にはスマートフォンのネットを消しておうちのネットを消してで朝,起きて,から朝もう起きてから一番最初にやることはあのスマートフォンを触る人が多いと思うんですけどなんか起きたととんにスマートフォンをチェックする人方いらっしゃいますかもう 僕の一日の始まりはあのスマートフォンで始まるとスマートフォンを見ないままでちゃんと起きていろいろやることだと全然その一日の気持ちが全く変わると思うんであのでんだろうねやっぱりネットとか触ったりすると電子のもの触ったりすると、えー、なかなか頭が別のモードになってちゃんとップ スピッツとかに集中したいのであればそのモードにできるだけ入らないようにしておかないとなかなか面白い深いあのまあその作品の魂のあるところまであのなかなか個人的には入れない気持ちが強くてまあこの字を借りててあとはこんな風に印刷するのがまあ個人的には編集とかその作品をしっかりと見るためにこれぐらいの印刷しておかないとなかなか その作品をうまく見れない方なんだ人なんですけどであのもちろん書いてる場合はこういうあのもちろんソフトを使ってあのこの u の y s s e ズ s というソフトを使ってますねであのこの本を3年半前に書き始めた頃にはあの Apple の Pages というソフトを使って書き始めて、まあ、それ1つの原稿、まあ、ドラフトができたら まあプリントアウトしてもう一回読み返してでその後はインデザインに持っていってやっぱり少しのデザインのところを見たかったんで,でインデザインでまた書き続いてでもやっぱりインデザインはすごく重いんじゃないですかでインデザインをまあ半年1年ぐらい書き続いたら まあもうちょっと軽いあの、本当にスピッツだけに集中できるソフトを探したら、この Ulysses というソフトが出てきたんであので、一応日本語版もあるんであので、マークダウンで変えて、すごくシンプルなインターフェースなんだけどあの、エクスポートのファンクションがすごくうまくできてるんで、EPUB、HTML、PDF、ものすごく簡単にエクスポートできる。 しかも、スタイリング、PDF でもスタイリング CSS でスタイリングできるのであのすごくきれいに簡単な、えー、まあ本の用の印刷はもうすぐできるので非常におすすめのソフトででも、これだけだと、まあ、やっぱりあの左側ではまあ本の全部の章が置いてあるんだけどなかなか全体的な形は見れないんで、まああので5年前から6年前からすごくお世話になっている機会 何かというとこのブラザーのレーザープリンターはもう非常にもう最高にいい機械だと思うんでこれ何でいいかというとまずは激安いんですよこれこの機械大体いい7000円ぐらいで買えるもうなかなか安いと思うんでもちろん白黒なんだけどまあ白黒で十分いいんじゃないかなと思いつつちゃんとねあのそういう色の印刷したいんだったら まあリスマティックとか筋骨とかでもう十分できるからまあお家でこでものすごく早いし安いしでインクがなくな,くな,くなくならないしだからまあ気軽にもう印刷し放題できるお家で、でこいつあのお母さんにも買ってあげたりとかニューヨークのエージェントにも買ってあげたりとかあの他の作家の友達にも買ってあげたりとかでみんなもうこんなもうあの地味な。 ギフトで贈り物でこんなに喜んでいただくことはもう見たことないんでみんな本当にもう何年経ってもあこのプリンター買ってくれてありがとうございますとかえよくそういうなんかもう不思議なあのみんなこの機械とすっごく不思議な深い愛情があるんですねだからまあこの機械を使って印刷してこのネットのないところであのなかなかこの原稿と深いところまで行ってであの実は一昨日いぐらいに あのカムクロの森から出てきてまた東京の生活が始まったんだけどちゃんとあの完成しましたあのだから <laughs> まあなんかあの無駄のない2か月間だったんですねあとでもうちょっとその原稿について話,話すんだけどあのフリップボードの話したいんですねもうごほぼ5年前にあのフリップボードという iPad と iPhone のアプリの会社に 社員になったんですけど4年半前ぐらいから iPhone 版を作り始めたんで,でその時のチームが2人ぐらいだったんですね僕とあの1人の開発者でエンジニア iOS のエンジニアであのその2人であのソフトを作り始めたんで,で最初から最後まで9ヶ月10ヶ月ぐらいかかったんで でそ,の作ってそのソフトを作っている間にすごく当たり前なことなんだけど、まあ、非常に強く感じたのが、まあ、パソコンの中のフォルダがあ,あると1つのファイルが入っていると、まあ、こんな感じに感じるので,でそのフォルダの中にも1000億個のファイルが入っても、まあ、同じぐらいの重さを感じるんじゃないですか。 なんかそのフォルダー1つか1000万円、億のものが入っているとあんまりその重みが変わらない、まあ、これは電池の1つのすごく大事なところだと思う,もう電池の1つの力のあるところでそのデータの重みをそんなに感じない1つのまあ力のあるところとちょっと弱みのあるところで。 まあ,あるいはあの図書館、実際の建物を動かすとものすごくもう苦労の活動なんだけどパソコンの中の図書館のようなデータを動かそうとするとまあそんな大変なことじゃない20年前だったらちょっと大変だったんだけどまあ現在だったら大変じゃないしで現在だとさらにクラウドの時代になっているから別に動かさなくてもそのサーバーは関係なく まあデータはもう図書館のようなデータがあってもまあクラウドでつながっているからまあさらにもう意味なくなってさらに軽くなっているでこの本の業界の中ではみんな、例えば Kindle とか iBox とか工房とかみんなの考え方はやっぱりあの本は重みのあるものとしてその販売も本の重みのある一個一個として考えている業界で。 あのそのクラウドから本の,あの触り方を考え始めている最初から考え始めている会社どっちかというとあのこのアメリカの会社のオイスターニューヨークにえー出ている会社オイスターというところでこれ、なかなかあの本当にゼロからクラウドのもし全部の本がクラウドに入っていたらどういうことができるのか。 あのどういう新しいことができるのかまあ割と k と、n d l e とか今までのことと近いような少しだけ飛んでいるような会社でまあなかなかうまくいっていると思うんであのでこのソフトを使ったことないんだったらぜひあのちょっと触ってみたほうがいいと思うのでまあこの会社だと最初の方から最近までは月1000円ぐらいで読み放題まあ何でもの読み放題で。 であのまあ、アメリカの中の一番5個の大きな出版社があって、まあ、その中の2つぐらい最初に登録できてたんだけどやっぱり残りの3つとかなかなかそういうあの、まあ、読み放題とかには登録したくなかったんだけど最近その残りの、まあ、普通の販売で本が買えるようになったからそのクラウドと普通の販売をつながりできてるアプリで。 ななかなか面白いですね、まあ、だからこの重みのあると重みのない考え方えまあ両方あると思うんでしかもなんかアプリを作るときにはなんか現在のソフトだとアップルストアとかだとアップルストアに出てるのはもう最新版しか出ない最新版のソフトしか触れない。 あ,のあるいは昔のソフトネットスケープとかだったらもうちょっと昔,昔どうだったか触ってみたかったらもう,もういくらでも触れた昔のネットスケープとか昔のモゼイクとかあのそれ試してみたいなと思ってもう簡単に試してみれたんだけど現在だとアプリを作ると本当に最新の最新の最新のやつしか触れないある意味であのバージョン1を作っているとバージョン1を出した後には まあ半年後にはもう触れないしバージョン1は何だったかもしかして思い出せないしそののフリップボードの iPhone 版の最初版でどうやって綺麗にしっかりとうちらが作ったものをまあ記録できるのかあの一つのまあ重みのあるものを作れるのかそれをあのソフトを作りながら考えてたので。 で僕はもう15年前からずっと本を作ったりしてきたので、まあ、もちろん本とのつながり本との考えが強くてそれでこの本の考えが出てきたんですね。でこれがあのフレップボードの、えー、最新版の、えー、iPhone 版の 本ですね。まあ、今日も持ってきたので後でこれちょっとあの詳しく触ってみたいなと思っている方はぜひあの後でいくらでも触ってみてください。で、本の表紙に Git の最初の,の iPhone 版の最初のクミットをつけたんですね。Git というバージョンコントロールのやつは使ったことある方とかいますか 少しいるんですね Git は、まああまあ、簡単に説明しようとするとあの同じソフトを大人数の開発者があの一緒に作りたいんだったら、まあ、同じところに全部のコーディングの変更をあのプッシュするんですねで。みんな変更したいんだったらプールして最新のやつをプールしてまた変更してコミットしてでコミットするときにはメッセージを書くんですね。 iPhone 版を作り始めるとしたときに、開発者の一番最,新の最初の、えー、コミットのメッセージで、First hack of the iPhone version at Flipboard, currently hard coded to show the Fliptech feed とかって書いてあって、でもこれ面白いのは、一番面白いのは、この日付の情報で。 これ、土曜日2月19日2011年でこの夜の9時35分55秒でコミットされたんですね。で、まあ、本の電子とかの正解の中で面白いのは、やっぱり非常に細かい情報がいっぱい記録されてますね。まあ、ある意味で、なんか電子で親しくできないとかってよく言われるけど、いや逆にさらに親しくなれると思うんで。 まあこのクミットのメッセージでなんで開発者が土曜日の夜の9時半になんでこんなことやってたのかもうそれはあんまりにも謎すぎてまあテレビを見た後にお家でじゃあなんかちょじゃあ、iPhone 版をちょっと作ってみようかなとかって思いつつこれをやったんじゃないかなとかまあそのメタデータの中にいろんな面白い物語が入り込んでるからまあこれがすごく、ま。あ 地味に見えるんだけど、実はいろんな物語が生まれてくると思うんだよで、裏の表紙には、えー、一番最後のコミットメッセージで、でこれもあ、まあ、また別の面白い物語が入り込んでる、b u m p v e r i o n t 1.7、でもこれが木曜日、ね、12月1日2011年、朝4時47分に出したんですね。 でもまさかこういう朝4時,4時,4時47分にもう眠らず2日間かけてずっと開発しよしってうしもて最後の最後の最後の部分でもうじゃあこれでいいかとかもうこの版がアップストアにアップされたというのはそれもそれですごく面白いっいというか素晴らしいとかありえないことでまあちょっと楽しいですね。で本を開くとあのさっきの僕が 書いてたあの完成しようとしてた本とかえと同じようにやっぱりデザインするときにもこんなになんか印刷しとかないとやっぱり見れない全体のアプリは見れないだからまあこういう壁があってもう毎日毎日まあ死ぬほど印刷したりとか貼ったりとかしててで本の中にはもう一番一番最初に作った画面から最後の画面まであの一応入れといたんで。細かくいろんなまあこの アプリのデザイン見れるし、でまあ、この図面みたいなところでも、えー、こんなところ、アプリの中のこのところに押せば、えー、まあこういうトランジションやる、こういう風に動くとか、まあ、こういう図面も作ったりしてて、でもちろんあの、まあ、デザインソフトだけじゃなくて、イラストとかだけじゃなくて、まあ、この手書きの、まあ、デザインのところもいろいろあって、これもまあ本の中に入れといて。 でタイポグラフィの細かいところまでこんな、まあ、タイポグラフィのグリッドを作ったりとかどんだけの,、まあ、あの活字のバランスをした方がいいのかとかあと面白いのはやっぱりあの電子のものを印刷するとまたなんか新しい目で見れるからあのこういうふうにも並びに印刷すると、まあ、全く同じように見えるんです のに実はいちいちま1ミリとか2ミリぐらいの,あの変更はあるんですね、1個1個の画面に。こうやって見ると、ああ、本当に細かく頑張って、ほ他の人のためよりまあデザインをしようとしてた人たちのために、これを見て、ああ、本当にこれを細かくまあ頑張ってたんだなとかって思い出す。僕らのの時代の方には、まあ このアプリの中の本の中の本のアプリの画面も出てるしでもアプリを作るときにはもちろんデザインだけじゃなくて開発の部分もあってでその開発とかエンジニアリングのところをどうやってうまく見せるのかっていうとまあ一応 Git のコミットが最初から最後までま9569コミットが入り込んでてこれをまた 細かく印刷しようとするとこんな感じが出てくるんでまあこれもあの80ページぐらいもうずっと続いて最後の方にまあこ,んなこんなページいろいろありますねでこれで見るとまた別の感じで実はこういう風に見るとあの開発者の名前が一応書いてあってで最初の方には1人だったんだけど 最後の方には5人ぐらいだったんだけどあの見れば見るほど新しい人が入ってくるとこのページのテクスチャーが変わるんですねだからまあ一応その開発のリズムとか、まあ、印刷するとまた別の目でそのリズムが見えるし、まあ、ちょっと面白かったんで,でこれ最後の方にあに開発う、まあ、出したアプリをアップした時にその日のパーティーとか、まあ、この本も すごくその電子と紙のつながりが強いと思うしよくあの現在にはそういう電子出版とかって言ったりするとまあみんなはまあどうやってキャンドル使うとかネットで見るとかウェブで見るとかまあそれももちろん電子なんだけどこういう本も電子だと思うなぜかというとまこれは2冊しか作ってないしでこ,れこの本を実は秘密で作って みんなに言わずこのデータを細かく細かくなんか秘密で預かってこれをレイアウトしてデザインしてであのブラーブというあのまあプリント・アンド・マン会社サンフランシスコの会社を使ってデータを出してフリップボードに届いたのはまあ1週間以内で2冊だけでまあ20年前にはありえないことでこんな4色でこんな大きな本で結構重み,の重み,な重みがあって。 こんなのも現,在の現代の電子のものだとまあ思ってますね。で、このものをえこのアプリを出した後のあのミーティングしたときにまあ全体のチームで10人ぐらいのチームでアプリを作ってたときには何が良かった何がダメだったとかいろいろ話しててでそのミーティングの中にこの本を出してカバンから出して えーまあ、テーブルの上に置いてこんな重みがあって何をやったかみんながやっと分かったと思うやっぱりアプリとかそういう電子のものを作っている本当に何をやっているのか最近のことしか思い出せないし10ヶ月分の活動がこ、まあ、少なくてもこれぐらいの重みがあるんですよ でテーブルに出してみんなは何,何の本ですかとかって聞いて作ってたのは誰も知らなかったからで開いたらああとかみんな分かって、まあ、泣いたりとかして、まあ、やっぱりこういうのもやるべきだな電子の活動をやりつつちゃんと重みのある物体のものも作っておかないと、まあ、思い出せないとか忘れちゃうし。 ま作って本当にそのフリップボードの中ですべての活動の中でこ,れをこの本を作って本当に良かったですよとかすごく,すごく思ってますねこれを作ってないと多分その実機の活動をなかなか思い出せないだからまあこの僕らの時代の本も少し似たような感じでこれを作ってたんですね だって僕らの時代の方はもともと本というまあ意識で書いたわけでもないし5年前からまあいちいちエセを書き始めてしかも印刷のためじゃなくて完全ウェブのためだけに書いてたんですねしかもウェブだけじゃなくてウェブをもう全てのウェブの力を使おうとしてで すべ、まあ、ての本当にウェブ向きにデザインをしたりしてウェブだとまあこういうページのめくりとかじゃなくてスクローリングで完全には上から下までのメディアで、えー、まあこれ本当にあのウェブのものだけとしてあの考えていっぱいなんかいろんなこういうエッセイを作りつつで去年、こういう僕らの字内の本を作る。 作りましょうという話になったら、まあ、最初のほうにはあのドットプレイスで、まあ、とりあえず1個ずつのエッセを出版してウェブだけでキンデルのシングルとかでもあのまあ買えるようにしといた方がいいかなとかっていう話だったんだけどまあ、ここまで翻訳を頑張ったりするんだったらここまで編集頑張ってしようとするんだったら もうちょっと重みのある絶対もう確実に残すものを作った方がいいのかなと思いつつ、まあ、この本をこの印刷物も作りましょうという話になったんでで面白いのはあのウェブはもう本当に完全に絵からしたものなのにあの本にしようとするとまた別の完全に別の作品になるんであのエッセイをもう一回全てを見直して 帰ったときにはウェブに合わせていろいろ編集してたんだけど、まあ、また本にしようとしたときにはまたさらに編集したりとかあの実はイラストとか写真とか本のためにまあ50枚ぐらい増やしてまた。 こういうふうには確実に絶対にウェブだとどんなパソコンで見るのかどんなスマホで見るのか読者がどうやって読むのか確実できないのでいろいろちょっとデザインでそれであの限られてるんだけどウェあのやっぱり印刷の力は確実に全ての読者は絶対にこういうふうに見るから、まあ、これでデザインのことはさらに力のある自信のあるまあ心でデザインできるから。 これもまた別のすごく楽しいことだったんで、まあ、これもまた印刷しちゃってこういうふうにやっぱり印刷しとかないとこの本この作品のすべての魂見れないでまた去年もそんなにこの本に力とかあの時間をかけるよってなかったんだけど、まあ、簡単にウェブで出版しようよとかっていう話だったんだけどやっぱり本を作り始めて9月10月11月はまあ本当に この本以外のことをやらずこれだけをずっとやっててであのデザイナーの、A、子あの永瀬さんとあのルイス・メンドさんと3人で。 夜遅くまでこういうところで見直したり見直したりとかこの本のリズムがちゃんと合ってるかどうかイラストのリズムとかテクストがありすぎなところとかちゃんとまあもうちょっとイラスト入れた方がいいとか読者が気づかないけど絶対に心に感じることをこういうふうになんかプリントアウトしておかないと見れないこれやっぱりあのまあもちろんこんなでかい画面あれば あのまあ画面でも電子でもまあこういうふうに見れると思うんだけど同時にプリントアウトしとくと体を動かさないとすべて見れないまあサークレティスとかよくまああの言われてたのは歩くと頭が動くまあそういうことあってやっぱりこういうふうに置いておくとまた別のアイディアとかいろいろ紙で触ったりとかするとまた別のアイディアが生まれてくるから。 これでまた電子版にしといてそれもまた面白い作品また別のリズムとかであの出来上がるからやっぱりこういう電子から紙まで紙からまた電子までとかそういうつながりが非常に面白いだからまあこの前の2ヶ月間の中でこの山の奥のところであのまあ鎌倉の方でこういうこんな感じネットのない あの電子のないところでこういうふうに原稿を見つつまあ本を完成したんだけどこの完成できてるものはやっぱりこういう孤独とかしとかないと材料としてまあ個人的には材料として自身のできる材料こんな孤独じゃないと自信のある材料は作れない。だからまあ,ある意味でこう本っていいうううのはこういう テクストとか紙というのは本当に材料で、では僕はすごく楽しみにしているのは、えー、この後この材料を使ってどうやってあの部分部分とかウェブで電子でや出したりとか、この話はえーノースケラナイシュの話の中で、それをどうやってマッピングできるのかとか、まあ、これまたあのまあ基本的には普通の本らしい本として考えて。 書いたんだけど、えーまあ、本らしい本じゃなくても、えー、これからいろいろ電子でもあの楽しむつもりなので、まあ、現在の僕らの時代の本っていうのはやっぱりこういうあの紙でもあの電子でも、まあ、絶対に紙がなくなるとかっても言えないしあの電子しか買わなか買ったないとかっていうのも言えないし、えーまあ、非常にこの僕らの時代の中で この本の活動ができるというのは非常にありがたいですね。まあ、これで以上なんだけどあの、まあ、質問あれば、まあ、お気軽にいくらでもメールしてください。ありがとうございました